北京冬季五輪で今大会日本選手第1号の金メダルを獲得した小林陵侑、25イコール土屋ホームが7日、岸田文雄首相からの祝辞に対し、もっともっと盛り上げる、とさらなる活躍を誓った。小林は、6日に行われたスキージャンプの男子個人ノーマルヒル、ヒルサイズイコール HS106 メートルで金メダルを獲得。岸田首相は、小林選手が、努力を重ね、本番で自分の力を出し切り、見事栄光をぐあーい、か、見取られた勝負強さに心から敬意を表します、などと祝福していた。